ヘルベルト・フォン・カラヤン、ヘルベルト・フォン・カラヤン、ヘルベルト・フォン・カラヤン、1908年4月5日から1989年7月16日は、オーストリアの指揮者。1955年より1989年まで、ベルリン・フィル・ハーモニー管弦楽団の就寝指揮者、芸術監督を務め、一時期それと同時に、ウィーン国立歌劇場の総監督や、 ザルツブルク音楽祭の芸術監督などのクラシック音楽界の主要ポストを独占し多大な影響力を持つに至った。20世紀のクラシック音楽界において最も著名な人物の一人であり、日本では楽団の帝王と称されていた。また、その独自の音楽性と自己演出はカラヤン美学と歌われ時代の長寿にもなった。カラヤンは1908年に ザルツブルク州のザルツブルクで、騎士、リッターの子として生まれた。兄のボルフガング、1906年から1987年も後に音楽家になっている。ザルツブルクのモーツァルテウム音楽院とウィーン音楽院で学んだ後、親の買い上げたオーケストラにより、ザルツブルクでデビュー。ドイツのウルム市立歌劇場の総監督から、誘いが来て、1929年に、 フィガロの結婚でオペラ指揮者として脚光を浴び、1934年には同国アーヘン市立歌劇場で音楽監督に就任した。1938年のベルリン国立歌劇場におけるバーグナーのトリスタント・イゾルデの式で国際的にも認められ、これにより翌1939年にはベルリン国立歌劇場及び ベルリン国立管弦楽団の指揮者の地位を得るとともに、イタリアのミラヌスカラザでオペラを指揮することとなった。1946年、ウィーンフィルトの第二次世界大戦後初の演奏会を、前に戦時中、ナチスの党員であったことを理由に、ソ連の占領軍によって公開演奏停止処分を受けた。しかし、翌1947年には再び処分保留となった。 1948年にウィーン公共楽団の主席指揮者、翌1949年にウィーン楽友協会の音楽監督に就任。また、イギリスのレコード会社 EMI の録音プロデューサーのウォルターレックの下でフィルハーモニア管弦楽団との演奏活動及びレコード録音も盛んに行うようになった。1951年、 戦後再開したバイロイト音楽祭の主要な指揮者として抜擢される。しかし、翌年には音楽祭を主催するビーラント・ワーグナーと演出をめぐって対立。この後、ビーラントの死後もバイロイトに戻ることはなかった。この時期ウィーンフィル及びウィーン国立歌劇場とも断絶状態となっている。1954年11月、ドイツ音楽界に君臨していた。 ビルヘルム・フルト・ベングラーが急逝したことで、翌1955年にフルト・ベングラーと、ベルリン・フィルトのアメリカ演奏旅行の大役を果たし、成功を収め、この旅行中に、ベルリン・フィルの終身主席指揮者兼芸術総監督に就任、1989年まで34年もの、長期間この地位に留まった。戦後、フルト・ベングラーの島でカラヤンは、 同団の式台に2から3回しか登場しておらず、急転直下の就任であった。1957年には同楽団と初の日本演奏旅行を行う。カラヤン自身は1954年、NHK 公共楽団を指揮するため単身、来日していた。日本公演では、ワーグナーのトリスタンとイゾルデの前奏曲と愛の死やブラームスの交響曲台一番などが特に評価され、 日比谷公会堂の客席からは、すずりな記者へ聞かれたという。1956年には、ウィーン国立歌劇場の芸術監督に就任。ベルリンと共に、世界の人気を二分する両オーケストラを同時に束ねることになり、この頃から帝王,王と呼ばれ始める。なお、残された録音が少ないために忘れられがちであるが、この時期を中心に、ウィーン公共楽団への登場も、 非常に多い。演奏会としては、フィルハーモニア管弦楽団の場以上、150回に及び、これは、ベルリンフィルに次ぐ数字である。特に同団とは、姉妹関係にある、ウィーン・ラクユー協会合唱団との共演による、声楽曲、バッハのマタイ・ジュナン曲やベートーベンのミサ・ソレムニスなど、やブルックナーがこのコンビの得意レパートリーであった。 ウィーン国立歌劇場のポストは監督のエゴン・ヒルベルトと対立し1964年に辞任。以後十数年、ウィーン・フィルトは一部のレコーディングとザアルツブルク音楽祭のみでの関係となる。1950年代からはミラノスカラザでも主要な指揮者として活躍していた。当初はドイツオペラ担当、後イタリアオペラも指揮。1964年12月17日に、 スカラザでのツバキ姫の上演が完全に失敗したため、イゴスカラザではツバキ姫の上演を封印することとなったカラスの呪い。この頃から健康問題の不調に悩まされるようになりながらも世界中でおびただしい回数の演奏旅行を行った。1965年には映画監督アンディイコールジョルジュ・クルーゾーと共にコスモテル社を設立して、 クラシック音楽の映像化事業にも着手している。1967年には、自らの理想に沿うワーグナーのオペラの上演を目指して、ザルツブルク復活祭音楽祭を始めた。1972年には、ベルリンフィルと共に3度のコンサートを行い、ザルツブルク精霊降臨祭音楽祭をも創設し、自ら音楽監督に就任した。ベルリンフィルが、 オペラのオーケストラピットに入るようになったのは、この音楽祭が契機となっている。1972年、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団団員の養成を目的としたオーケストラアカデミー、いわゆるカラヤンアカデミーを創設した。1982年、自身の映像制作会社、テレモンディアルをモンテカルロに設立。ベートーベン公共曲全集をはじめとする。 主要レパートリーの映像化にも着手した。四半世紀にわたり、カラヤンとベルリンフィルは良好な関係を維持したが、1983年、女性クラリネット奏者ザビーネ・マイヤーの入団をめぐり、加入を認めないベルリンフィルと対立した。その激しい圧力は、新聞紙にもなり、ベルリンフィルの芸術監督辞任の噂も囁かれたが、翌年和解に至る。 結局、マイヤーは自ら退団。晩年を迎えたカラヤンは、この騒動の後、ベルリンフィルからの離反を強め、もう一つのヨーロッパを代表する楽団である、ウィーンフィルとの結びつきをより深めていくことになる。1988年、ドイツの雑誌、デア・シュピーゲルは、お金の魔術師というタイトルで、カラヤン批判の特集記事を組んだ。その内容とは、 コロンビアアーティストマネージメントがカラヤンとベルリンフィルの台湾への演奏旅行の条件として、法外な出演料とカラヤンとウィーンフィルとの演奏フィルムの購入を台湾側に要求したというものだった。このスキャンダルに加えカラヤンのベルリンでの演奏回数が減っていたという事情も手伝ってカラヤンへの批判が紛失した。ベルリンフィルやドイツの野党からも退任を求める声が高まった。 翌1989年4月24日、ウィーンフィルとの演奏会出演の翌日に、健康上の理由で、ベルリンフィルの芸術監督と就寝指揮者を辞任した。7月16日、当時、ソニーの社長だった、オーガ・ノリオが、カラヤンの自宅を訪ねたとき、カラヤンは、左胸のあたりが調子悪いから、自宅の温水プールで泳いだと語った。オーガは、 カラヤンに次世代のデジタルビデオカメラをできるだけ早く納品する約束とカラヤンが LD での発売しか認めていなかったレガシーシリーズの映像作品を8ミリのソフトで発売しないかという営業に来ていた。エリエッテプ人がシャワーを浴びている時にカラヤンが突然ぐったりとなり大我の腕に抱かれたまま心停止となった。緊急のヘリコプターが呼ばれたが間に合わなかった。 それは、カラヤンが DG からソニーに移籍する直前の死去だった。満81歳没、去年82歳。なお移籍にあたっては、そのテストケースとして、カルロマリア・ジュリーにを先にソニーへ送り込み、また、カラヤンの耳とも例えられた、レコーディングエンジニアのギュンター・ヘルマンスも送り込んでいた。自認したベルリンフィルトの最後のコンサートは、 ザルツブルク復活祭音楽祭でのベルディのレクイエム。生涯最後の録音と演奏会は、ウィーンフィルトのブルックナーの公共曲第7番だった。なお、カラヤンは逝去する前日に、ザルツブルク祝祭大劇場で、この年の夏のザルツブルク音楽祭でプレミアを迎える、ベルディの歌劇、仮面舞踏会のリハーサルを行っていた。この突然の死がなければ、 ウィーンフィルト自身のレパートリーの新録音、再録音に着手し、また、1991年には10年ぶりに、ウィーン国立歌劇場に復帰する予定だったとも、言われている。カラヤンは指揮者の職業病とも言える脊椎の持病に、悩まされ続け、生涯に12回もの大手術を受けた。1978年の脳梗塞、家庭公共局のリハーサル中、 落とした、式棒を取ろうとして、式台から落ちたのが、発作の原因であった等が追い打ちをかけた。晩年には、歩行も厳しいほど体のコントロールを失うことにも、なった。その頃のカラヤンは、式台の柵につけられた、サドル状の特製の椅子に座って式し、長年目をつぶって式していたオーケストラのみの曲でも1983年、頃からは目を開いて式することが多くなった。 なおオペラや合唱曲を指揮するときは全盛期でも目を開けて指揮しており、これは残された映像で確認できる。同じく戦後派の指揮者、カール・ベームは、カラヤンは自分の求める響きが出るまで辛抱強く楽団員を説得していたと述べている、ベームは正反対。レガートを徹底的に使用し、抗言を鋭くさせ、1960年代後半から コンサートマスターを二人置き、コントラバスを最大10人と大型化することにより、オーケストラの音響的ダイナミズムと室内学的精緻さという相反する要素の両立を実現した。どんなに金管が鳴っていても内静や弦パートがしっかり鳴っていなければならないことや、低音パートがいくらか、先に音を出すことなどを要求した。ライナー・ゼッペリッツ。 ベルリンフィルの主席コントラバス奏者は当時、オーケストラがこれほどまでの音楽的充実感、正確性を追求できたことは未だかつてなかった。我々は世界中のどのオーケストラにも勝る重厚で緻密なアンサンブルを手に入れたのだとの発言を残している。一方で一部の評論家からは音楽の音響面の美しさばかりを追求し、 作品の芸術的内容を軽視していると感じられたため、音楽が大衆にこびている、音楽のセールスマンなどと批判されることもあった。しかし、カラヤンの正確さと完璧さの追求は、LP レコード時代からその自己演出と相まって一定の評判を得ることに成功し、レコードのセールスと知名度の広がりの面で大きな成功を収めている。 細身の体を黒で統一された服装で包み、白いマフラーを長く垂らせたスタイルで、スポーツカーや自家用ジェット機を自在に操る姿はダンディズムに満ち、規制の音楽家のイメージを一新させた。男性モード雑誌から抜け出したようなカラヤンのいでたちは、その作り出す音楽以外の要素でも一目を引いた。指揮者は本来、 反射神経を要求する職業であるが、実際にはその激しい動作が、笑いの種になってきた歴史があり、その滑稽さを皮肉るカリカチュアも19世紀、イラ無数に描かれ、フルト・ベングラーでさえも、揶揄の対象にされてきた。そうした規制の概念を覆すように、カラヤンの動作は、スマートで美しく洗練され、目を閉じてを静かにウェーブする姿は神秘的にすら見せる、ことに成功し、 その雰囲気に酔う聴衆も多く存在するようになった。その美意識はオペラの配役にも及び、1977年のザルツブルク音楽祭で、サロメのタイトルロールに当時はまだ無名だったヒルデガルト・ベーレンスを起用した際、カラヤンはサロメという女は20歳になっていない。従って若くて細身の魅力ある歌手がいて、初めて成立するオペラなのだ、と語った。 オペラという総合芸術の音楽監督が容姿も考慮して歌手を決めたのはカラヤンが最初だと言われ、こうした独自の美学がカラヤンの音楽作りには徹底されていた。カラヤンはオーケストラに長年鍛えられたベルリンフィルの場合これが顕著で、あったが四季の打点時のずっと後に音を出すことを心がけさせ、非常に重量感のある音を求めていた。また、 学院の集中力や透水力を深めるためとして、目をつぶって指揮したため、団員は初はめ大いに戸惑ったが、時期になれるさの一言で押し通し、事実その通りになった。目を閉じる指揮法については、アンプでの指揮に関し、クナッパーツブッシュから、アンプで指揮をしないのは私は、楽譜が読めるからだと皮肉を言われ、それに対し演奏に集中するためのアンプであることを、 孤辞するために目を閉じるようになったという伝説がある。カラヤンは当時の同世代の指揮者としては非常に広範なレパートリーを有していた。同時期に活躍したカール・ベーム、オイゲン・ヨフフム、ヨーゼフ・カイルベルトといったドイツ系指揮者はドイツ系の作曲家以外のレパートリーの比率は非常に低かった。ベートーベンやブラームス、アール、シュトラウス、ブルックナーなどのドイツロマン派の音楽や チャイコフスキー、あるいは、モーツァルトのディベルティメントや、セレナーデなどで特に高く評価された。また、ベルディやプッチーニ等のイタリアオペラには、ドイツオペラ以上のこだわりを見せ、北欧と英米以外の指揮者が演奏することの珍しい、シュベリウスやグリーグなど北欧の作品も手掛けた。また、シェーンベルク、ベルク、ベーベルーンなどの新ウィーン学派の演奏でも高い評価を得た。 舞踏音楽、助曲、更新曲といったアンコールピース的な商品にも熱心で世界最高クラスの地位にありながらヨハン・シュトラウスをこれだけ繰り返し録音し続けた指揮者というのは少なくとも彼の世代まではクレメンス・クラウス程度しか存在しなかった。アール・シュトラウスとは個人的な知識でアドバイスをもらっており彼の作品の演奏も高い評価を得ている。また、メタモルゼン 23人の弦楽器奏者のための作品について、シュトラウス本人に後半部で、各パートを3人に増やし69人で演奏することを提案し、同意を得ていたが、ベルリンフィルの室内楽的緻密さによりその演奏方法の実現を可能にした。1970年に、ワーグナー、ニュルンベルクのマイスタージンガーの世界初のステレオによるスタジオ録音を、 東西ドイツ統一前のドレスデンで行った、この録音企画の当初の指揮者は、サージョン・バルビローリだったが、1968年の、プラハの春事件に際して、亡命事故人であるラファエル・クーベリックが音楽家たちに、当てた、東側諸国での演奏自粛という嘆願書に、バルビローリが賛同して、この録音を断った。しかし、カラヤンはその代役を心よく引き受けた。また、 映像作品にも取り組み、積極的に新しい分野を開拓していった。ヨーロッパのオペラハウスでの言語上演は、カラヤンに始まると言われている。それ以前は、コベントガーデンやウィーンですら、オペラの現地の言葉での翻訳上演は半ば、常識であった。カラヤンの芸術監督時代のウィーン国立歌劇場で、始められた言語上演への改革が、その後の今日に至る。 言語上演の広まりの先駆けとなった。その他の録音、映像として、1982年における、マーラーの公共曲第9番、1988年における、ブルックナーの公共曲第8番、ザルツブルクにおけるオペラ映像などの実績が見られる。ジェット機を乗り継ぎ世界中を飛び回って活動するという、昨今のスター指揮者の活動様式を始めた。 最初の一人だった。カラヤン以前には、指揮者は一つどころで、オーケストラやオペラハウスの顔という役割をするのが普通であった。また、自家用ジェット機を保有していて、自ら操縦し別荘などへ行っていた。アイキは、脱走ファルコン10晩年になり、80歳で期限が切れる飛行機免許の代替として、ヘリコプターの免許を取得している。 無類の車好きでありスピード狂としても知られ、様々なスポーツカーや高性能車、高級車を所有し乗り継いでいた。歴代の愛車は、メルセデスベンツ 300SL、ポルシェ RSK スパイラー、フェラーリ 275GTB、ロールスロイスファントム V、フォード GT40、ランチアストラトス、ルノーゴターボ、ポルシェ911、ターボ及び、カレラ RS。 メルセデス・ベンツ500セル、アウディ・クワトロなど、や、ミニ・クーパー・ MK2 といった、より一般的な小型車も所有したことがあり、また、日本車、スバル・レオーネツーリングワゴンを、友人のスイス人医師にプレゼントしたこともある。運転技術は、F1 ドライバーのニキラウタチ記念。裁判年には、赤いポルシェ959に乗っていた。 エリエッテップ人は納車された959を見て、もっとレコードを録音してもらわなきゃね、とジョークを飛ばしていた DVD、カラヤン・インザル・ツブルクにその時の様子が映像収録されている。カラヤンのスピード鏡はスキーにも及び、自家格好の名手として山小屋の主人から、アルプスで一番早い旦那と呼ばれていた。生前は派手な生活で知られたが、 自ら地元アニフの教会内に用意し、死後に埋葬された墓地は極めて質素である。死後、ザルツブルク氏は遺族に大し豪華な墓地の提供を申し入れたが、エリエッテプ人は個人の意思を尊重しそれを断っている。日本との関係は古く、1954年の初来日以降、11回来日している。日本でのカラヤンの人気は高く、 指揮者の代名詞として、クラシックファンのみならず、一般大衆も、その認知するところであった。中でも、カラヤンの、運命と、未完成をカップリングした LP は、カラヤンの死去時点で、日本で、約150万枚を売り上げた。カラヤンは、東京、赤坂にある、日本有数の音楽ホールである、サントリーホールの建設にも、設計の段階から携わっている。 サントリーホール大ホールは、カラヤンとベルリンフィルの本拠地であった、ベルリンフィルハーモニーをモデルにしている、両ホールは、ビニヤード型と呼称される、タイプのコンサートホールである。サントリーホール建設時の業績を称えて、サントリーホール前、アークモレビルの広場が、カラヤン広場と命名され、今日もその名を刻んでいる。サントリーホールのオープニングを祝う来日公演は、 病気でキャンセルを余儀なくされ、弟子である、日本人指揮者、小沢誠治に代役が委ねられた。CD、コンパクトディスクの記録時間、74分は、カラヤンが決めたという続説がある。CD の開発元であるオランダのフィリップス社から、記録時間はどれくらいが良いかと問われたとき、カラヤンは、ベートーベンの第9が入るようにしてほしいと要望し、それが通ったという説である。実際は、 CD の直径を決める際、当時普及していたカセットテープの対角線の長さである 11.5cm を主張したフィリップスと 12cm を主張したソニーとで意見が大きく分かれ、当時ソニーの重役であった大賀ノリオが調査の末、74分収録できれば、大抵の公共曲及びオペラの一幕は CD1 枚に収まるという結果を得て、それを根拠にした。 前者ならば、録音時間は60分、後者ならば74分録音できることになる。カラヤンの影響については、オーガ自身が辞書で否定している。1981年のザルツブルク復活音楽祭で、ヘルベルト・フォンカラヤン財団が、ソニー、フィリップス、ポリグラムグループと協力し、急遽、CD の生産に踏み切ると発表している。なお、カラヤンの没後も、 生前は発売が許可されなかった録音やデジタルリマスタリングを施したもの、あるいはザルツブルク音楽祭でのライブや放送録音の発掘などで新リリースが相次いでいる。中でも1995年に発売されたアダージョカラヤンはラテン系諸国を中心に大ヒットを記録した。2006年には FIFA フフワールドカップを記念して商品としては未 CD 化であった。 ヨーロッパ国歌集ザ・アンセムアルバムオリジナル LP は1972年のヨーロッパ連合国歌集がギリシャ国家とデンマーク王家の歌であるクリスチャン王は高き穂柱の傍らに立ち手を追加してリリースされたまた同年には1957年ベルリンフィルと1959年ウィーンフィルの日本公演を収めた DVD がリリースされた 2007年12月には1984年10月の大阪公演、ローマの松岡の DVD が発売された。2008年には晩年の日本、イギリスでの公演などライブ録音の CDDVD が多数発売された。2010年には1977年の不問館での公演の CD が発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。